こんにちは、コナッタです。だけど今回は突然ですが、こちらの動画、この動画に限らず私のチャンネルの動画がどのようにして私のチャンネルに上がってるか、どのような過程を経てるのかみたいなのは皆さんご存知でしょうか。録画とかね、編集するとか、なんかサムネ作るとか、なんかいろいろね知ってる人は多いと思うんですけれども、まあどのくらい時間がかかってとか、なんかちょっと細かいところを意外と知らない人が多いのかなと思いまして、今回は私のチャンネルに私の動画が投稿されるまで密着してみようということで、皆さんに YouTuber の実情をお届けしたいと思います。こう録画、編集、撮影、なんかもうとにかくその過程の中で使う、私がよく使うね、あの便利なツールも紹介していますので、ぜひ皆さん最後までご覧いただければ嬉しいです。それではどうぞ。こうなったです。だけど今回は2024年初のメイク動画やっていきたいと思います。あんまりねメイクを普段からしないので、毎日メイク行っていいのかどうかはちょっとわからないんですけれども、今回は久々に私のメイク動画を皆さんに楽しんでいただければなと思います。それではどうぞ。ちょっとしかつけない、鼻周りが一番赤み気になるから、鼻周りとちょっとした、もういっちゃう薄付き、もうほとんどつけないみたいな感じでつけます。これでファンでは終わりです。はい、ということで今回は毎日メイクの動画の撮影に密着していきます。久々のメイク動画ですね。でパソコン周りを実はこうがっつりみんなに見せるのも何気に初めてじゃないですか。ちょっと汚くて申し訳ないんですが、いつもここで私はニート部の撮影だったり自分の動画の撮影をしています。撮影だけではね当然終わりませんので、本当に人生大体毎日ここにいます。まあとりあえずね、動画は動画素材なくて全ては始まらないので、撮影から始めていきます。今回は毎日メイクという簡単な企画ですが、本当は企画から何を撮るのか考えていくのが YouTube ですね。私がいつもゲーム実況や自社動画、ウェブカメラで撮影、そして今デモクリエイターというツールで録画をしています。こちらデモクリエイター、なんとオールインワンソフトでして、なんと編集だけではなく画面録画もできてしまう優れもの。他にもねちょっと機能はあるんですが、それはちょっとおいおいとお話ししていこうかなと思います。もうね YouTube 撮って出すならこれ1個で十分どころか、もう12分くらい、本当に私おすすめのツールです。はい、ということでいつものメガネをつけて、めっちゃ軽くヘアセットもしてきました。ということでこんな感じに仕上がりましたが、いかがだったでしょうか。本当にね毎日全然メイクをしないので参考になったかちょっとわからないんですけど、まあ皆さん何か参考になればありがたいなと思います。というわけで以上このあたりでした。バイバーイ。はい、でもクリエイターで先ほどお見せした毎日メイクの動画を無事撮影し終えましたので、続いては編集作業の方を進めていこうかなと思います。私のチャンネルはね編集者さんが何人かいらっしゃるんですが、自分で動画を編集することも全然少なくないです。編集もねもちろんデモクリエイターの方でやっていきます。はい、ということで先ほどの動画の編集を進めている間に、デモクリエイターという、おそらく皆さんも先ほどから気になっているであろうオールインワンソフトについてご紹介したいと思います。まずは録画機能の方からいきましょう。録画はね本当にめちゃくちゃ簡単で、録画範囲やデバイスを選んでレックを押すだけ。最大 4K 最大 120fps まで画質選べますし、録画した動画はね自動的にそのまま編集トラックに表示してくれるので、非常に編集作業までスムーズに進めることができて、これはすっごく便利です。本当にね直感的に全て操作できてしまうので、初心者の方にも本当にめちゃくちゃおすすめのソフトになっています。背景をね抜いてくれる機能もありまして、私の部屋結構ごちゃっとしてるんですけれども、こうやってね背景をきれいに抜いてくれるのもすごいし、あこれ動画に使えるなって思いました。他にもね予約録画やマルチモニター録画などの機能が搭載されています。
そして私はねリアルモデルがあるのでこちらはちょっと使用しないんですけれども、 VTuber を目指したい方、もうすでにやっていらっしゃる方にもおすすめの機能がありまして、人気アバター作成ツール Vloid とねデモクリエイターを連携させればなんとオリジナルのアバターが使用可能。多くのねライブ配信プラットフォームと連携可能ですので、デモクリエイターを用いて VTuber デビューも全く夢じゃないと、本当にデモクリエイター何でもできるソフトなんです。そして動画素材の方も録画機能に全く劣らず、素晴らしくたくさんの機能を備えています。まずエフェクト素材が1万点以上、超豊富。タイムラインでねドラッグ&ドロップするだけでいいので、もうね素材探しにいちいち困ることがないっていうのもめちゃくちゃ嬉しいですね。私がね動画編集の方で気に入ってる機能は AI ノイズ除去と AI 自動キャプションですね。 AI ノイズ除去はね AI から音声のノイズを除去し、音声をねレベルアップさせることができます。また AI 自動キャプションは動画と同期に話し言葉をテロップに変換することができます。どちらもね動画編集をより効率的に、よりクオリティの高いものに引き上げてくれる最高の機能ですね。他にもねビデオプレゼンテーションなんかもデモクリエイターでできてしまいますので、もちろん YouTube だけにとどまらない使い方をね皆さんには試してみてほしいなと思います。はい、そして皆さんが気になるのはここからですよね。こちらデモクリエイターお値段の方をご紹介していきます。永続ライセンスですと税込みで5480円、年間プレミアムプランだと3980円、こちらも税込み、年間スタンダードプランだと税込みで2980円になります。すべて税込みです。 Mac の方はね年間プレミアムプランのみになります。 Windows の方はすべてご購入いただけます。デモクリエイターはね無料でもお使いいただけますが、さまざまな機能の制限ありますので、ぜひ永続ライセンス年間プラン入っていただいて、一緒に私と一緒に YouTube ちょっと頑張っていきましょう。ダウンロード自体はねデモクリエイター無料でできますので、ほんとぜひ皆さんお試しいただきたいなと思います。はい、ということでデモクリエイターを使用しての YouTube 動画投稿を密着してみた動画でしたが、いかがだったでしょうか。すごくね操作性が直感的で良くて、こうやっぱりゲーム実況したい、実写動画撮りたいとかいろいろなんか考えてしまうと、やっぱりどうしてもいくつものソフトを経由しなきゃいけないっていうのがデモクリエイターではもう絶対ない。もう一つで全て完結というのがもう素晴らしくいいですね。こう素材もすごく豊富で簡単に凝った動画ができますし、個人的にはやっぱりエアコンがねちょっと私部屋の位置的にどうしても近いところにあるので、ノイズ除去とかが AI でも簡単にしてくれるというのがもう非常に素晴らしいなと思いました。でもやっぱりゲーム実況画面録画できるのが本当にめちゃくちゃいいし、まあ、特にこう VTuber を始めたい方とかは本当にぴったりの機能がたくさん揃っているので、ぜひおすすめしたいソフトとなっております。こちらねデモクリエイターの方の詳細なリンクは概要欄とコメント欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてください。はい、というわけで以上このアッターでした。バイバーイ。